先発小笠原が7回途中1失点で4勝目。最少失点。7回途中で変えたが、丁寧に投げた。この前の勝ちもやっぱり大きかったと思う。7回にスイッチ、2塁では2番手で清水を投入。小笠原は7回先頭で岡本和真を左肘に抑えたものの、ちょっと風に助けられた。清水は1、2塁と厳しい場面でよく踏ん張った。その後、8回の松山はボール先行したが抑えた。今日はロースコアのゲームは予想していた。勝ち切れてよかった。打線は5回に福永が逆転2点玉。もう最高です。得点圏で久しぶりに長打が出た。その2点のみですけどね。なんとか乗っていけるようにやっていきたい。福永ナイスホームラン、さすが振り抜く男は違うね。ロースコアを予想っていうか、ロースコアに仕向けてますやん。点取るチャンスに毎回独自色の強い采配やめてくれ。バントと代打の使い方だけはなんとか改善してくれませんか。もうバントとかエンドランとかやってくれていいから、代打中島だけはやめてくれんか。代打中島はいつになったら諦めるんだ。しかも交流戦を、好成績の板山の代わりに代打ってどういう考え。勝ったけど采配はクソ、選手が監督の尻拭いしてるんだわ。伊織から勝ったのは嬉しいが、いくつだけ気になることがある。立浪監督は中島に何を期待しているの。勝ったけど立浪の采配がおかしいわ。逆転ホームランとか今年あったかな。勝ちに不思議の勝ちあり。勝ったから試合直後に立浪も小笠原も笑顔だったけど、負けてたらと想像するとゾッとする。今日小笠原を交代するときは投手コーチがマウンドに来てフォローしてから交代だと思う。いきなり交代とか投手が大炎上でもしたかのような交代の仕方だし。